新型コロナウイルスワクチンの接種について質問です。海外ではワクチンパスポートの導入が始まっているようですが、ワクチンを打たない派の権利が否定されるなどの話を聞きます。ワクチンを打った人たちだけでも経済を回ってしかねばと思いますが、ワクチンを打たない人の生活に制限がかかるのは大変だなと思います。ちなみに私自身接種済みです。ひろきさん、この話どう考えますか。また日本でも海外のワクチンパスポートを進むと思いますか。ですね、なんかフランスがその反ワクチンデモが結構毎週行われているので、なんかフランスで世論を二分して反ワクチンの話が出てるみたいなニュースに日本でなることが多いんですけど、そもそも論毎週何らかしらの理由をつけてデモをやってる国なんですよ、フランスって。なので、フランス人デモめっちゃ好きだよね、毎週やってるよね、その中に反ワクチンって言ってる人が集まるよねって話なんですよね。で、じゃあフランスで世論を分けて反ワクチンという人が言ってますっていうのだと、じゃあフランスでワクチンを接種している人は何パーセントだと思いますか。はい、皆さんコメントでどうぞ。12歳以下はまだワクチン受けられないかな。12歳以下は受けられないので、そもそもワクチンを 100% 受けることはまず不可能ですと。で、そのアレルギーの人とかもあるので受けることはできませんと。なので、で、じゃあワクチンの接種率は何パーセントでしょうかっていうので、で、実際の正解を言うと、今日時点で 72.3% です。で、12歳以下の人とかワクチンを受けられない人もいるので、多分 80% が限界じゃないかと言われているので、本当にワクチン嫌がって受けてない人って、7.7% しかいないですよ。で、この中でも完全にワクチン受けた人で、ワクチン1回だけ受けた人っていうのはさらに多いんですよ。なので、その世論をその分割しては反ワクチンの人が多いんだっていうニュースになってると思うんですけど、残念ながらその反ワクチン派の人がフランスの材料を出すときは意識していただきたいんですけど、フランス人の本当にワクチン受けてない人って、要は2回受けた人が 72.3% なので、1回で受けた人は除くとすると、多分 5% もいないんじゃないかと思うんですよね。っていうことなので、反ワクチン派は実はだいぶ少数派であるっていうのがフランス政策。で、まあ、それがなぜなったかっていうと、まあ、ワクチンパスポートのおかげで、僕昨日ショッピングセンターの中にあるスーパーに行ったんですけど、で、そのショッピングセンターに入るのでもワクチンパスポートがないと入れませんとか、あと動物園とか、屋外なんですけど、ワクチンパスポートがないと入れませんとか、レストランとか、カフェとかで、飲食をするんだったら、ワクチンパスポート出さないと入れませんみたいな形で、で、飛行機乗るとか長距離で移動するんだったら、ワクチンパスポートないとダメですっていうので、やっぱワクチンパスポートないと不便だよねっていう状態にすることで、ワクチンの接種率を上げてるんですよね。要はワクチン打つと、まあ、重篤化しにくいし、死ぬ人も少ないよねっていうのがあるので、できるだけワクチンを打つと、死ぬ人が減るし、病院もそんなに困らなくなるんですよね。で、今、フランスの、重病って言われてるところに、埋まってる率が、フランス全土で行くと 44%。なので、6割空いてるんですよね。で、東京と大阪って、今、ほぼ9割ぐらい重症の人のベッドが埋まっていて、その中等症って言われる人でも病院に行けないっていう状態なんですけど、割ともうフランスはその7割以上ワクチン打ってるので、まあ好き勝手に酒飲んでるし、別に外歩くときはマスクしなくても全然いいんですけど、まあベッド全然空いてますっていう状態なので、多分もうこのままずっと、要はそのロックダウンとかもしないでいく感じだと思うんですよね。まあ、外は出るときも別にマスクしなくていいし、で、お酒飲むとかでもワクチンパスポート持ったらお酒飲めますっていうので、なんでその飲食店自粛してくださいとかも言わないし、別に映画館とかもワクチンパスポート見せるんだったら好きにやればいいんじゃないのみたいなので。なので、こういう形で経済を回すっていうのが多分ヨーロッパのモデルになると思うので、なので、まあ、今年とかアメリカの様子とかも見て、日本は来年ぐらいにそれを真似してやるようになるんじゃないかなと思ってますけども。なので、ロックダウンはヨーロッパはもうないと思いますけどね。ただ、日本の場合はまだそのワクチンがそこまで普及してないのと、高齢者票が強いので、まだまだロックダウン的なことをする可能性がありますけども、はい。人流抑制の罰則も法人主義やら民主制やらおっしゃってる方がおられるのに、ワクチンパスポートは実現できるのでしょうか。フランスとかドイツとか、アメリカもワクチンパスポートやるって言ってるかな。
一応そのなんかあの特定の行動をするときはワクチンパスポートっていうのを持ってないとできませんよみたいな仕組みなんですけど、すいません、あのフランスの場合、あの飲食店に入るときとか映画館に入るときとか博物館に入るときとか動物園に入るときとか、2万平方メートル以上のショッピングセンターに入るときとか飛行機に乗るときとか長距離バスとか長距離電車に乗るときとかに、あのワクチンパスポートがないと使っちゃダメよって言われて、あと病院入れないですよね。あの救急車に連れてかれて病院入るのは OK なんですけど、予約を取って病院に入るためにはワクチン受けてないと入れないんですよ。もしくはあのその PCR 検査を受けて陰性証明がないと病院に行けないっていう状態になるんですよね。まあ、あのその病院にそのコロナのウイルス持ち込まれたら困るよねっていうのがまああるのでしょうがないんですけど、っていうのがあって、そのワクチン打ってないとほぼほぼ生活厳しいよねっていう状態になってるので、で、あの、まあ、めちゃくちゃ反対してる人がいて、週に1回ぐらい、こう、ワクチンパスポート反対デモみたいなフランスでやってるんですけど、とはいえ、フランスも 67% とか確かワクチン行ったんですよね、受けた人が。なので、あの、まあ、初期に集団免疫って 70% くらいでできるよねって言われていて、で、あの、まあ、あの、子供とかまだ、あの、ワクチン受けられないので、だからそういう人抜くと、まあ、80% 行けばいいよねって言われてたんですけど、今 68% ですね。なので、まあ、あと 2% で集団免疫といわれるところまで行くので、まあ、そういう意味では、あの、フランス、なんだかんだ言って反対してる人はしてるんですけど、あの、とはいえ反対はしてデモもするんだけど、でも、なんだかんだ言ってワクチン打たないと生活できないからワクチン打ちますみたいな感じで、要は、あの、